CD レガネスは、スペイン・マドリード州レガネスに、本拠地を置く、サッカークラブ。2020から21シーズンにより、西軍ダディビシオンに所属している。1928年のクラブ創立以来長らく、全国規模のカテゴリーに上がれずにいたが、1992から93シーズンに、西軍ダディビシオンに初昇格。その後1995年にかけて、 急速にプロ化と株式会社化を推進した。2003から04シーズンにはセグンダ B に降格してしまうが10年がかりで復帰しさらに2年後にはセグンダで準優勝し初めてトップリーグに昇格した。CD レガネスのチームとしての最初の試合は1928年7月1日に開催された。このクラブは1995年に亡くなった。 巧妙なソシオ会員番号1番のフェリス・ペレスデラ、セルナ氏と初代会長、ラモンデルエロ氏によって1928年6月23日に創設され、フェデラシオン・レヒオナル・セントロに登録。1930年代までにプレフェレンテの2部まで駆け上がった。しかしながら、1936年のスペイン内戦、勃発によりクラブは10年間もの間、 活動休止を余儀なくされてしまう。チームは1946年9月4日、カスティーレメイへの登録により再建され、セグンダカテゴリア・ウルディナリアに所属。その後1954から55シーズンに初めてテルセーラ・ディビシオンでプレーした。だが、当時の彼らのレベルではこのカテゴリーで成功を収めるのは難しく、1960年代には、 カテゴリアレヒオナルに降格するが、地域リーグレベルでこれ以下のカテゴリーに転落することは、不正でいた。同時期に CD レガネスは、1966年に完成した、新本拠地、カンポムニシパルルイス・ロドリゲス・デミゲルによって、環境改善に成功した。このスタジアムは、以降30年以上にわたって、レガネスの本拠地であり続けた。一方、経営面における、 最初の活性化材料は、カスティーリャラマンチャ出身の実業家、ヘスポロ・ゴンサレスの到来であった。彼は1978年から2005年まで長く、会長職を務め上げた。ゴンサレスの就任当時レガネスは、やっと、テルセーラの舞台に戻ったばかりであったが、レガネスの町が首都圏のベッドタウンとして持っている、将来的成長性、投資価値はこれを補って、あまりあるものであった。 1977年を最後に、レガネスは一度も、テルセーライカに降格することはなく、クラブ全体が質的向上を続け、その勢いのまま1986から87シーズンに3位となり初めてセグンダー B に昇格した。会長以外にも、当時の功労者として、ルイス・アンヘル・ドゥケ監督の名が挙げられる。ルケは百八十九から九十シーズンからチームの指揮を取り、 よりプロフェッショナルなカテゴリーへ登り詰めていくという意欲を持つ集団を作り上げた。そして1992から93シーズン、レガネスはついにセグンダディビションへの昇格を達成した。グループステージを突破した後、昇格プレイオフでエルチェ、ヘレス、パレンシアを相手に無敗を貫き、1993年6月27日に、 エルチェとのホームでの最終戦に3から0で勝利して昇格を確定させた。LFP 管轄のカテゴリーに到達したということは、すなわち、レガネスにとってスポーツ株式会社への脱皮を意味していた。この移行作業は、1995年9月21日にヘススポロが最大の株主となることで完了した。レガネスは、 セグンダで11シーズンを過ごしたが、その初期の数シーズンは過酷であった。1994から95シーズンにはブービーに、終わり本来なら、降格しなければならなかったが、クラブ数が22まで拡大された恩恵に加え、パラモス CF が選手級読み払いで、強制降格処分となったため、幸運にもレガネスは繰り上がりで、セグンダ残留が認められた。 1996から97シーズンには8位と大きく躍進、後の昇格争いへの足がかりとなった。1998年には新本拠地、エスタディオ・ムニシパルデブタルケが完成。このピッチの上で後に有名選手となるカターニャ、サミュエル・エトーパチ、プニャルといった面々がレガネスの一員として、下積み時代を送っていた。2003から04シーズン、レガネスを、 突然の混乱が襲った。アルゼンチン人ミュージシャンのダニエル・グリーンバンクがクラブを買収し、ホセ・ペケルマンを SD にカルロス・アイ・マールを監督に迎え、チームに16人もの南米出身選手を所属させた。だが、グリーンバンクの運営会社は、投資に見合う収益を得られず、冬を迎える頃にはプロジェクトを破棄せざるを得なくなった。その上、スポーツ高等評議会によって、 グリーンバンクが実際に株式を取得していないことが暴かれた。正式な大株主であるヘッスポロが会長の座に復帰したが、チームの混乱は収まらず19位でセグンダー B に降格してしまった。レガネスは1年での復帰を目指したが、セグンダー B 降格初年度では無理だった。地元財界で当角を表し、ポロの公認として会長に就任したルベンフェルナンデスは、 スポーツビジネスマンとしては無能な人物であった。2008年世界同時不況のしわ寄せもあって選手への給料未払いを引き起こすほど経営状態が悪化し、しかも資産を手元に残せない恐れも出てきていた。だが結果的には2008年12月に別の地元の実業家フェリペモレノが CD レガネスを買収することが決定し、 その後さらに彼の妻であるマリア・ビクトリア・パボンが会長に就任。この二人の手によって負債はすべて一掃され、抵当に入った資産も回復され、ソーシャルかつローカルな大衆によって運営される、健全な状態へと、クラブの経営モデルを軌道修正することができた。ただ、それでもチーム状態まで良好化したわけではなかった。4シーズンで10人もの人物が監督を務めるという、 不安定な状況でもチームは2回昇格プレイオフに進出したが、いずれも敗退し悲願のセグンダ復帰はならなかった。2013年、バスク人指揮官アシエル・ガリターノがレガネスの監督に就任すると、これが急激な成長の起点となった。固い守備に重点を置いたプレイスタイルで、ペピネーロスは2013から14セグンダ B のグルポに2位となり、昇格プレイオフへ進出。 準決勝まで勝ち進み、チリ人、カルロス・アルバレスの決勝点で、セントレ・デス・ポルロス・スピタレオに戦、合計2から1で下し、セグンダ昇格を決めた。プロリーグ復帰初年度は10位とまずまずの成績だった。続く2015から16シーズンには、最終節で、パブロ・インスーアの得点で、CD ・ミランデスを破って2位となり、クラブ創設88年目で、 初のプリメーラディビシオン昇格を達成。誰もが驚くセグンダビーからの昇格後わずかにシーズンでの快挙だった。2016から17シーズン、レガネスは初めてスペイン最高峰のカテゴリーでの戦いに挑み、目標の残留を17位という成績で達成した。続く2017から18シーズンはリーガでの2年連続残留に加え、コパデルレイでインパクトを残した。 準々決勝でレアルマドリーをサンティアゴ・ベルナベウでの第2戦で0から1で下し、2戦合計2から2。アウェーゴールで勝り、準決勝進出という大金星を挙げた。だが準決勝ではセビージャに敗れて敗退した。シーズン終了後、カリターの監督と首相のマルティン・マントバーニの対談が発表された。2019から20シーズンは開幕から低空飛行が続き、 シーズン途中に監督がマウリシオ・ペジェグリーノからハビエル・アギーレに交代。さらに2020年に入るとユセフ・エンネシリがセビージャ・ FC にマルティン・ブライト・バイテマデモが FC ・バルセロナに引き抜かれるという事態に遭遇。それでもチームはギリギリまで粘ったものの勝利が必要だった最終節のレアル・マドリード戦に2から2で終わり2部降格が決定した。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他保有国籍もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。二軍にあたる CD レガネス B が存在し、2018から19シーズンはテルセラディビションのグルポ7に所属している。元々は1959年結成の独立したクラブで、名前はアグルパシオンデポルティーバレガマルであった。1991年6月4日に解散したため、当時のヘススポロ会長がレガネスのリザーブチームとして引き取った。 過去には1995から96と1997から98シーズンにセグンダ B に所属したこともあった。ホームスタジアムにはポロ元会長の名が付けられている。さらに2016から17シーズンからは3軍にあたる CD レガネス C を設立。2017から18シーズンはプレフェレンテレヒナオレスのマドリード自治州一部グルポニに所属している。 CD レガネスのカンテラで最高位である、フベニール A チームは、リビシオンでおのうるフベニールのグループ V に所属している。フベニール、カデテ、インファンティル、アレビンにそれぞれ3つ、ベンハミンに2つ、プレベンハミンに1つ、全体で合計15チームが存在する。女子部門はアマチュアだが存在している。男子と違って、育成年代のチームは持たない。 基礎技術中心の内容で運営されるサッカースクールが2010年から行われており、下は4歳から上は13歳まで500人以上の子供たちを45のチームに分けてサッカーを教えている。これは王立マドリードサッカー連盟からもよく知られているスクールである。また、子供たちへのサッカー教育をするにあたり、そのために必要な子供たちの協調性、学習、 発育などを一体的にサポートするというプログラムも行われている。ディレクターはフアン・ドミンゲス・マルティン氏である。ありがとうございます。